やっとここまで、ここまで来たのね。未明領域の最果てにまで。分かたれたレガリアのかけらは3つ。1つはキャスターに、1つはセイバーに、そして最後の1つこそ未明領域の主人たるあなた、優勢の先兵セファール、あるいはアンチセルかしら。好きに呼べ。立ちはだかるならば破壊するまでだ。なぜとは問わない。優勢の側に組みしていようとも構わない。私は私にとっての障害を破壊する。ふーん、最後までクールビューティー気取るってわけ。まあいいわ、その機械っぽさ最後まで維持してれば、私も特に感想なしでその首を引きちぎれるし、私のセラフに私以上のヒロインは入場禁止よ。エイリアンのブラッドバスなんて肌に悪そうだから興味はないけど、あなた自身の力は美味しそうじゃない？ねえセファール、周りを壊せば壊すほど強くなる。想像するだけで高ぶるわ。なのにそんなゴージャスなスキルを眠らせておくなんて、あなた何様？贅沢にも程があるんじゃなくて？贅沢か。それはお前たち貴族の代名詞だったな。私の異能に焦がれるのは欲深さゆえか。構わない、どうあれ私は破壊するだけだ。ええ、絞ってあげる。刺してえぐって引き裂いてカラカラになるまで、あなたの全部を。来たか。注意しろ、我々が制圧したセクターに対して襲撃をかけられている。用意周到に待ち構えていたらしい。速やかに反撃に転じよう。守りに徹すれば敗北する。これはそういう戦いだ。君臨するとはこういうことだ。ゲートオブバビロン。速級のサーバントだな。セクターを越えて支援攻撃を放つとは、被害が拡大する前にあの攻撃を止めるしかない。ほらほら、それ、あの金ピカ厄介すぎない？さっさと倒すわよ。向かう不敬者がここまで多いとはな。あんな雑魚どもどうでもいいけど、私の持ち物が減るのは嫌。急ぐわよ。目障りだ雑種、早々に失せるがいい。500体撃破とは見事な戦いぶりです。フィニッシュ。
んだ、野生犬にも牙はあったか。ハリア、少しばかり猶予をやろう。一時の命ありがたく思えよ。こうして箱を増やしていずれは先が楽しみね。ゴブさん、フィニッシュ。今のバッチリじゃない。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。ハーリア、私の貴重なファンが減っちゃうじゃない。よっ、ブラザーサーフィン。ときめきなさい、ハーリア。私の貴重なファンが減っちゃうじゃない。やっ、やっ、フィニッシュ。今のバッチリじゃない。開演時間ギリギリね。間に合え、私。これで私の支配下にどんどん増やしていくんだから。素晴らしい、お見事です。王の前だ、勇姿を示すがいい。素晴らしい、お見事です。あまり使ってこないのに恥ずかしいけど見せてあげる。やるじゃねえか。手腕でした。羽ばたくわ。しくじったわ。我が波動をここについえるか。救援成功。見た？あたしの活躍。救援は間に合ったようだな。的確な判断だった。ミッション達成ですね。おめでとうございます。戦力を削っていくとしよう。助かりました。この恩はいずれ必ず。サーヴァントの撃破を確認。敵の戦力は確実に減っている。ゴータルが起動したんだ。アルテラはその先だ。抜かるなよ。よし、ゴータルに向かってくれ。待っていなさい、アルテラ。トップアイドルの席は私のものよ。ニルガメッシュを優先して倒せ。味方の被害が馬鹿にならん。戦隊撃破。一人で戦闘を終わらせる気かね。ロッキー、フィニッシュ。今のバッチリじゃない。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じ得ないな。こうして箱を増やしていずれは先が楽しみね、ゴブタ。いい成果を出したようだな。
ルーラーの名にかけて戦いを収めます。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。私は敗れ去った。完全なる敗北というものを私は初めて味わった。エリザベート、もしくはダークエリは強すぎた。すごい、エリザベートは勝者だ。
それはセラフのみならず優勢を含めての完全なる頂点であると言っていい。セラフには新たなる女王が生まれたのだ。優勢本体までもが彼女を認めた。すごい。あのアルキメデスでさえ新女王エリザベートの足元にひざまずいたが、まあこれはどうでもいい話だ。すごくない？隠して、ここにセラフは真に平定された。少なくとも優勢本体が訪れるその時までは新女王による治世は続くのだろう。あるいは未来永劫に至るまで。すごい。ほらほら、ちゃんとお尻を高く上げなさいな。喋らないでよ。足のつま先がくすぐったいじゃない。あなたには特別に仕事をあげたんだから、ちゃんと勤めなさい。あなたは私専用の足置きなのよ。だからじっとお尻を突き上げて、はい、そこで止まる。ああ、いいわいいわ、これくらいの高さがいいのね。アルキメデス、これくらいの高さがちょうどいいわよね。御意、新女王陛下のおっしゃる通りでございます。よよよ、どうして私がこんな目に。これも全ては警告モードなんかに落ちた罰でしょうか。うう、せめてご主人様がいてくだされば。うう、あら、まだ自分のマスターだなんて思ってるの？いい加減に諦めなさいってば。とっくに小豚は私のものなのよ。毎日毎日優しく痛くしてあげてるの。魔力をね、命をね、血をね、特製ブラッドバスの最高の材料よ、彼は。うん、そんな非道を。申し訳ありません、ご主人様。喋らないでって言ったでしょ、足置き狐。もう最高。夢のような現実って本当にあるのね。あとはセラフを私色に染め上げるだけ。待っていなさい、ムーンセル。レガリアも手に入れて、セファールの力も手に入れた私はまさに巨神ダークエリ。いいえ、巨神のスキルはまだ全然わからないけど、すぐにものにしてみせるわ。その時こそ私の手は空に届く。四天の檻ごと手に入れて、私が月そのものになるんだわ。おはよう、私今日も一日裏方